皆さんこんにちは、ゆめぞうです。ハンマーバキアニメ化おめでとうございます。もうさすがネットフリックスさんですよ。もうね、ネットフリックスでまたね、バキがアニメ化するってことで、第3部となるハンマーバキですよ。もうなんとね、2021年の秋にやるってこと、もうちょっとでね、もう始まっちゃうんですよ。早い。ネットフリックスの仕事がマジで早すぎて、つい最近なんか見たばっかりな気がするんですけどね。バキも面白かったんですけど、砂糖水でね復活するっていうね、もうめちゃくちゃ面白いんですけど、その次よね、親父との、まあ、壮絶なあの親子喧嘩の地上最強の男を決める物語なんですけども、うん、それのねバキの第3部となるんですが、もうねちょっとまあこれ語りたいなと思って、あの実はバキ初めて読んだのがこのハンマーバキの一巻なんですよ。自分が読んだのってもうね、見た時の衝撃めちゃくちゃ、まず気持ち悪いなと思って、でもなんか引き込まれるね、わかるでしょ。初めて見た時ってそんな感じで、うわ気持ち悪いなんだ、嫌なおめえって思いながらも、でもなんか次のページをめくってる自分がいるみたいなさ。で初めて見た時、あのカマキリとさ、イメージトレーニングしてんのよ、バキが。何言ってるか分かんないと思うんだけど、もうバキのあのイメージトレーニングがすごすぎて、まあ、カマキリが見えんのよ。見えない、いないはずのカマキリが見えて、シャドーボクシングみたいな、そうすると一人やってんだけど、そこにはね、カマキリが見えんのよ。で、そこのバキを見てる少年の視点で描かれるんだけど、だから、もう、俺らはもうその少年状態なのよ。え、何、ね、なんで、え、カマキリ出てきた、え、カマキリと戦ってる、え、どういうことみたいなね。もうめちゃくちゃ面白いのよ。イメージトレーニングがすごすぎて、もう体からね血が出たりすんのよ実際にもう切られた切り傷みたいのも出るぐらいのね、すげえ想像力の中で戦ってるから、うん、命を落とす危険性もあるからね、想像でまあそんな感じのねハンマーバキシリーズがね、2021年秋やるということでね、ぜひ皆さんもね一緒に見ましょう。ネットフリックス登録してください。もうアニメだけじゃなくてね、映画とかもめちゃくちゃすごいんで、うん、アニメはねできればネットフリックスで見たいなと思ってるんですよ。まあ、字幕とかあるんでね、見やすいですそれだけの理由です。はい、ということで今日はこれで動画終わりたいと思います。よかったらねチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。